落合と三郎から1934年3月31日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。松江藩士、落合桑蔵の三男として江戸で生まれる。陸軍幼年学校を経て、1879年12月、公平将尉に任官。1880年12月、陸軍士官学校公平課を卒業。 1886年12月、陸軍大学校を優等で卒業した。参謀本部第3局第1課員参謀本部第1局員陸大教官、ドイツ公使官付などを経て、1894年9月、第2軍参謀に発令され日清戦争に出征。その後、陸大教官、イタリア公使官付参謀本部第5部長、 県中部と特部参謀長、県参謀本部第四部長などを経て、1903年5月、陸軍少将に進級した。日露戦争では、第二軍参謀長として出征した。その際、部下の結三江参謀副長と対立し、結は、法典海戦直前に、第八師団参謀長に転出した。以後、韓国中東軍参謀長、満州軍参謀を、 同軍総兵団幹部参謀長、関東総督府陸軍参謀長、第一師団司令部付、交通兵両団長、公兵官などを歴任し、1910年3月、陸軍中将に昇進。1914年5月、東京湾要塞司令官となり、翌月に退命。同年8月、予備役に編入され、1924年4月に、交尾役となった。 ありがとうございます。